けれど。ああ、この英文はね。教えてあげてほしいんだ。いいかい、ネリー。もちろん。ブラック以外もいい。良い香り。甘いのはありがたい。
味しい？まあ、最高だよ。ベーコンは好きな具合にカリカリに調理されているし、レタスやトマトもしゃっきりとして実にうまい。それに、ん？ネリーに食べさせてもらったんだ。まずいわけがない。確かに美味しいわ。神は言った。ベーコンがあれば何でも美味しい。相変わらずなんだから、もう。ユズリハのサンドイッチって BLT サンドじゃないの？ああ、一種類だと飽きるかなと思って卵サンドも作ってもらったんだ。卵サンドも美味しいわよね。一口いただけるかしら。苦いコーヒーでも飲むか。の会主催の。もうそんな時期か。先代の先輩方は10月に入ってからすぐに用意してなかったかしら。ハロウィンは学院主体ではないからね。先んじて許可を取った方がいいか。私たちは衣装を用意すれば済むという話ではないし、まあ各部活動からの協力の取り付け、パーティーを開く場所を開放してもらうため許可を得なくてはならないしね。会場は前回と同じくダイニングルームでいいかしら。パーティーに花を添える、料理などの用意の手前もあるからね。変わり映えしないが致し方ないだろう。今回も料理部の方たちにはお世話になってしまうわね。なあに、料理部としては晴れ舞台だからね。面倒とは思っていないよ。飾り付けは手芸部、あとは有志と我々とで。
後に面白いことを言った覚えはないんだけどね。いや違うの。1年生の時、料理部だったゆずりはがハロウィンに料理を振る舞ったでしょ。あの時。やめてくれ。全然そんな気はないのに、ケーキの飾りがハロウィン用だと間違われて。あの時のことは忘れてくれ。頼む。だが今回は笑えないような素晴らしい出来の料理を作ってみせると約束しよう。今度は白羽さんのご指導があるものね。どうしたの？いや、そういえば最近料理部の方、佐々木さんたちと仲がいいわよね。ああ、それは。ゆずりはは相変わらず後輩に懐かれるわよね。特に仲が良い後輩とかはいるの？特別は作らないよ。嬉しいわ。でも私といる時くらいはいつものあなたでなくていいのよ。そうだったね。ついいつもの癖が出た。でもありがとう、ゆずりは。言い方だと同じ合唱部員の花菱しくんはお呼びじゃないということだね。あ、違うわ。花菱さんとは仲良くしていただいているけど、他のことももっと話したいと思っているだけよ。分かっているさ。これはさっきのケーキのお返しだよ。そろそろ戻ろうか。食器を置いてこなくちゃならない。そうね。でもコーヒーはもう一杯だけ。同じ部屋ならいつでもネリーのためにコーヒーを入れてあげる。ごきげんよう。今日も元気そうだね。確か。ごきげんよう、リンゴくん。
お水を変えられていたのは先輩がしていたことなのですね。ああ、もともと僕が持ち込んだものだからね。そうだったのですか。新しいお花になっていたりしたのも僕だ。桜木先輩とかが持ってきたと思っていましたが、意外でしたね。当然だな。でも八代先輩なのは意外ですけど納得です。先輩お花好きですものね。え？だってガーデニングの選択授業でご一緒した時、表情が柔らかかったですよ。それに花柄お好きですよね。実は花を育てるのが趣味なんだ。らしくないだろ。そんなことないですよ。八代先輩がお花を世話するのってすごく絵になります。そうかな。はい、お花を世話している優しい顔、私としては好きです。そう言ってもらえて嬉しいよ、リンゴくん。このお花ってなんて名前なんですか？クジャクソウだよ。秋はカビではないが、つつましくも愛らしい花が多い。そういえば、コミカド先輩もお花の名前で秋の花ですよね。ネリネ、ダイヤモンドリリーだね。日の光を受けると花弁がキラキラと輝き美しい花だ。つつましやかな愛らしさではないけどね。コミカド先輩らしい花ですね。リンゴくん、僕が花の世話をしていることは、はい、二人だけの秘密にしますね。ごきげんようです、ゆずりは先輩。制服似合ってますね。かっこいいですね、ゆずりは先輩。以前と比べてスキンシップが多くなっている気がするな。ゆずりは先輩か。ゆずりは先輩、やわら温かいです。スタイルもいいし憧れますよ。君もあと1年ほどすればすぐに追いつくさ。それに一
チゴくんも似合っているじゃないか。以前の制服も良かったが、白い制服も可憐に見えるね。そうですか？実は私的にも似合っているなって思ってたんですよ。当然、リンゴくんも可憐だよ。まるで真相の御令嬢のようだ。ダンスを申し込みたいところだよ。足を踏みつけてしまうかもですけど、嬉しいですよ。リンゴの方が褒められてる気がする。不公平ですよ。おや、すまない。そんな気はなかったんだけどね。セクシーになれるお墨付きをもらったし、今でも十分大人っぽいってことだよね。今のでお分かりになったと思いますが、姉は少し目が悪いのですよ。なんでだよ、目すごくいいよ。両方とも 2.0 だよ。釈然としない褒められ方なんだけど。ああ、八代先輩に頭を撫でてもらえるとかレアですね。うん。頭を撫でられるのって子供っぽいから嫌だけど、ゆずりは先輩になら嫌じゃないかも。それは長女。さすが学院一の人気者です。女生徒の手なずけ方を知っていますね。ゆずりは先輩モテるもんね。あ、そうだ、ずっと聞きたいと思っていたんですけど、ゆずりは先輩はどんな女の人が好きなんですか？そうだね、僕としてはいちごくんのような乙女が好きだよ。可愛らしいし、直接的に好意を示してくれるからね。僕はコヨーテよりロードランナーの方が好きなんだ。え、どういう意味なの？追うよりも追われる方が好きだって意味ですよ。素晴らしい。来ないなと思ったのさ。今日はもしかして休みなのかと思ったのだが。ああ、そうだ、私たちゆずりは先輩を呼んでくるよう頼まれたんですよ。おお、そうでした。私としたことがついうっかり。うっかりというにはずいぶんゆっくりと喋っていたじゃないか。主役は最後に来るとみんなは分かっているだろうからね。